ピアノと還元楽のための小競争曲へ、単調作品 79J282 は、カール・マリア・フォン・ウェーバーが作曲したピアノ競争曲。彼のピアノとオーケストラのための競争曲の中では、最も有名で、演奏頻度も高い。ウェーバーは1815年にこの曲の作曲に取り掛かり、1821年6月18日、オペラ。 マダンロイテの初演当日の朝に完成させた。初演はそれから1週間後の6月25日、ベルリンでの彼の国別演奏会において行われた。元来、この小競争曲はピアノ競争曲第3番として構想された。しかしウェーバーは、これを4つの部分に分かれた一続きの楽曲とし、明快な筋書きを持たせた。そして、これを競奏曲ではなく、 コンセルトシュティックとした。演奏には、華やかな技巧が要求される。約16分ピアノ独奏、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルンに、トランペットに、トロンボーン1、ティンパに、言語部、マダンのいて初演当日の朝、ウェーバーはこの曲を妻のカロリーネと弟子のベネディクトに、弾いて聴かせ、以下のような筋書きを語った。女が、 騎士のことを思い焦がれ、離別と喜びの再会を果たすという主題は、ベートーベンが1810年にピアノソナタ第26番、国別で模索したものである。12歳のメンデルスゾーンはこの曲の初演をほぼ確実に聴きに来ており、後に演奏会用レパートリーの一つとした。メンデルスゾーンが初めてこの曲を演奏したのは1827年2月20日、18歳で、 開いた最初の公開演奏会であり、この時には夏の夜の夢序曲も初演されている。この曲で用いられるピアノ技巧で特徴的なのは3度にわたるオクターブのグリッサンドである。1度目は第3の部分に残りの2回はフィナーレに登場する。リストはこの競争曲の単一楽章性のアイデアを自身のピアノ競争曲第2番で採用した。また、 リストは、小協奏曲のピアノパート改訂版とピアノ独奏版を作成している。ザ・ロマンティック・ピアノ・コンセルト、ボリューム10・ウェーバー。2013年1月6日閲覧。コントセア・チャ・トゥック・イン・ en, F ・マイナー・オーパス79。2013年1月6日閲覧。ありがとうございます。